はようございます。チャンネルユミです。ユミです。今日はね、7月の、4連休の中の、24、25という土日です。はい。それで、昨日一昨日まで僕仕事だったんで休みじゃなかったんでね、今日は休みなんで、毎年行く西伊豆に、車中泊しに行こうかなと思います。で、今回はね、お盆に、孫たち連れて、子供2人、孫と、もう1人甥っ子の ね、子供連れて、お盆に行くんで、それのちょっと下見がてらにちょっと新しいね、海水浴場を見てこようかなと思っています。今6時半前です。では出かけてきます。はい、くもみに到着です。ここは駐車場、今何時だ？10時。10時でまだギリギリ止めることできましたね。ちょっと波が荒い、高いのかな、いつもより。人はまだ少なめです。ちょっと着替えて泳いできます。これチャンネルユミです。ユミです。今ついてね、波の音がうるさいから聞こえないかも。大きい声で喋らないと。大丈夫でしょう。聞こえるでしょう。まあ、こんな感じでくもみ海水浴場というところですね。くもみ温泉っていうところにあって、くもみの、海水浴場です。ちょっと聞こえないと聞こえない。大きな声で喋ってもみんなに聞こえるでしょう。周りの人みんな見ちゃいますよ。これ前がね、こう浜辺なんで、これ撮ってる最中にピッて、これね、ちょっとできないよ。できないよね。後でこんな感じで座ってます。こんな感じでキャンピングカーの屋根を出して、こんな感じで座ってます。はい。毎年ね、来るからね。毎年っていうか、去年ぐらいはちょっと、去年来たか。来たよ。来ない年はない。はい、ここはね、朝だと、サザエのね、お盆か、お盆の時か。そうお盆の時だと、サザエのつかみ取りとかね、子供たち限定なんですけど、そういうのやってたりとか、朝早くね、9時ぐらいから。いろんなイベントをやるようなところなんですけど、で後で周り見せますけどね、スキューバダイビングそうやってるしね、船で沖まで連れてってくれてやるところもあったりとか、結構いいところです。あとトンビのね、昔トンビっていうドラマがあったんですけど、そうトンビのね、ドラマをやった舞台になったところね。ロケした場所ですね、中心、ここが中心で、後でちょっとまたそこ人泳ぎしたら撮って回りたいと思います。はい、そんな感じで、じゃあ真夏の休日をこれから楽しみます。それではまた後ほど。いらっしゃい。ちゃんとライフジャケット着てね。すごい。
ごいです、ふーたくん。泳ぎたくてしょうがない。ちょっとね、今日はね、なんか荒れてるのせいか、水がちょっと濁ってますね、こう浜辺の方は。V の方まで行けばね、全然綺麗だと思うんですけど。楽しそうです。気持ちよさそうだね、ふーたん。何してんの、ドロンコじゃん、うーたん。まあ、真っ黒は真っ黒か。すごいよ、ドロンコ。多分だけど、うん、泳いでるから耳に集中してんのかな。何に。ここは昔あのトンビっていうドラマをやっていたとこ覚えてるかな。あのトンビのドラマをやった時に舞台になった場所なんですけど、あの赤い橋を、あの赤い橋がトンビで使った橋なんですけど、ここの、民宿はもう結構もうほぼ泊まり尽くしましたね。毎年毎年ここに来てるので、だいたい泊まったかなって感じなんですけど、この赤い橋です。トンビに使った場所です。でこんな感じで海の方が見えるんですね。すごいいいとこなん、いいとこで毎年毎年出ます。トバヤスとは、こっち側は山があって、山見えるかな。でここでいろいろ海の幸が買えそうなので、後でここで買いたいと思います。なんか世の中ん大人の大運動会やっていて、木の開会式でいろいろおかしなことばかりあるけど、なんかこういうとこ来るとまあどうでもいいかなって思っちゃいますよね。やっぱり自然のある場所にいるのが一番ですね。ということで、また砂浜に戻りたいと思います。さっきあの赤い橋のあるとこなんですけど、いい感じですよね。夜になるとすごい綺麗なライトがついたりとかすると、また雰囲気がちょっと違って綺麗な感じです。今日はすごい暑いです。大好きな風景です。